大臣とか、そして今日この10人が飛行機に乗ってパリに行っちゃうわよ。知ってたこれ、天気の最高よく、その日に俺らはいないんですよ、日本に。私はこんなら信じられて、また今出てもらえるもう一人の方も、気がつもこの方は、なお、あまないかどうかに感動しようかと。そして、幹事長は、いればさ、この方はあの時の感動を強くなったんじゃないかよ。そして、さらなおさんも今、あの、お気に入りなかった人間が、立憲民主党から出てこられ、民主党から出てこられますが、なんかこれ、同じ年期でやってて、昔の名前に渡れましたよ、私。自民党街頭演説を、まあ、近辺であれこれ拝見しまして、で、まあ、まあ、なんていうんですかね、まあ、要は秋葉原だったので、もしかしたらカウンターがあれば必ず参加しようと思って来たんですね。それで、まあ、やっぱ来た瞬間ちょっと SF 映画の撮影のようなちょっと変わった空気を感じまして、それっきりずっとただもうプラカード持って立ってるだけだったんですけど、なんか今日はやっぱり散発的に、あの、帰れとかお前が国なんだっていう、発言をされる方をやっぱりその帰れとか黙れとか、あとはもう今聞いた感じだと、あの、もう本当に叩かれたりどつかれた人もいたそうなんですけど、やっぱり怖いなと思うんですね。周りにいるその支持者の方々に突き飛ばされたんです。私暴力を受けました。安倍やめろって僕は言ったんです。僕はまあ話を聞いて、やっぱ安倍さんも任せられない、安倍やめろって言ったら突き飛ばされました。私、だからちょっと異様な集団になってましたですね。あの支持者なのかどうなのかわからないような、男性一人を突き飛ばして、あと周りの人が私に帰れ帰れってこういうわけですよ。
同じ日本人なのにね、こう天下の行動でしょ、どこで何がいてもいいはずなんですよ、うん、みんなで帰れ帰れなんですよ。今日の街頭演説ご覧になっていかがですか。ですね、なんかこういうの初めて見に来たんですけど、でなんかまあちょっと聞いてみようかっていう感じ でただ、まあ、どうして聞いてきたかっていうと、なんか安倍さんが憲法の改正をしようとしてるじゃないですか。で私憲法の改正は嫌なんですよ。だからなんかそういうこととかを、あとは他の候補者の人とかがどういうことを言うのかなっていうのも一応一通りは聞いてみようかなっていうつもりで来たんですけど、でもなんか初めの1時間ぐらいはいろんな人が入れ替わり話をするんですけど、でもなんか立候補されてる人の名前をとか誰々のどこどこの何々が応援に来たっていう話ばかりで、でもそうじゃなくてやっぱり何をするのかっていう政策を説明してくれないとやっぱり判断がつかないじゃないですか。で、まあ、私も自分の地元の方とかではなんかそういうふうに話してるのをたまに耳にしますけど、でもなんかここまでなんか人の紹介ばっかりでほとんど1時間ぐらいが終わってしまうっていうのはなんかなかったと思うんですよ。それにやっぱり何よりもやっぱり憲法を改正したいんだったら憲法改正しますって街頭で言うべきだと思うんですよ。やっぱりそれを言わないっていうのはちょっとなんかそのマニフェストとかに書いてありますとかいうふうに言ってもそれはちょっと卑怯だと思うんですよ。で一番は私は戦争はしたくないし、別になんか北朝鮮と戦争をするようなこんな煽り方をこんな風にお互いに煽ってたら本当に戦争になっちゃうかもしれないから、だからそういうことをしてほしくなくてこういう街頭演説をなんか初めて長々と聞きに来たのに、やっぱり一番肝心なことを言ってくれないっていうのはちょっとなんか見に来てる人、聞きに来てる人に対するやっぱり裏切りなんじゃないかなと私は思いました。